新聞紙でゴミ箱を作ります。まず1枚の新聞紙を用意します。そして半分に折ります。さらにもう片側も半分に、折ります。下側の分子を一回このように折ります。で、もう一度このように折ります。はい、で新聞紙をひっくり返して外側から内側へこのように折ります。こっち側も同じくこのように反対側も同じく折ります。はい、ちょっと汚くなった。でこの下側を一度このように折り目をつけます。そしてこの折り目をつけたところをこの内側に折り込みます。よいしょ。はい、はい、じゃあこれでゴミ箱の完成です。皆様もお試しください。では。